太郎です。今回はこれが怪我につながるのっていう意外な怪我の原因5つを紹介していきます。これは初心者さんから中級者の方まで当てはまるんで、頭の片隅に置いておいてください。まず1つ目、筋肉への意識が強すぎる。例えば大腿四頭筋狙いのスクワットとか大胸筋を鍛えるベンチプレス、こういった解説はよく見ると思います。ただ初心者ほど筋肉に意識を向けすぎるとフォームが崩れて怪我の原因になる。これがすごく多いです。ではどうすればいいかというと、無意識の中でもある程度綺麗なフォームが問題なくできること、これが重要で、例えばスクワットであれば綺麗にしゃがんで立ち上がる、この基本の動作がうまくできることによって、その結果勝手に足が鍛えられます。なので最も大事なポイントは綺麗にしゃがんで立ち上がることなんですけど、これが最も重要な目的が大腿四頭筋を鍛えることに置き換わると、フォームが大きく崩れて膝を痛めるとか腰を痛めるっていうのは本当によく見ます。特に初心者さんほどこの考え方は大事で、学習段階というのをベースに解説すると、まず1つ目が何も知らない、そして知らないということさえも知らない状態、2つ目が知ってるけどできない、3つ目が頑張ればできる、4つ目が当たり前のようにできる、5つ目がいろいろな応用ができ、人にも教えられる。イメージ的には上から初心者、下から上級者のレベルになります。身近な自転車で例を挙げると、まず乗り方さえ知らないと、そして次がこいたらこける、フラフラしながらこげる、何も考えずにこげる、自転車の乗り方を子供に教えることができる。で、皆さんのほとんどが何も考えずに自転車をこげる段階だと思うんで、スクワットもここに近いようになってほしいです。で、扱える重量がどうこうっていう問題ではなくて、今自分のメインセットの重量がしっかりと当たり前に大きくミスなくできることっていうのが次のステップへ進むための条件です。なので初心者の人が大腿四頭筋狙いのスクワットの方を見たからこれをやるって言ってやってしまうと、本当にこれは自転車を乗ったことない子供がいきなりロードバイクに乗り始めるみたいな状態と一緒なので、まずはしっかりと自然に安定したスクワットができるようになって、そこから派生していくという流れが怪我を防ぐ上で大事な考え方です。でも実際に自分がどの段階かわからない、しっかりと安定したスクワットができるようになりたい、そういった時にこそパーソナルトレーナーを頼るとか筋トレに詳しい友達を頼るっていうのが大事なんで、ここはしっかりと初心者さんほど知ってほしいところです。では2つ目が体が柔らかい、自覚がないことです。体が硬いと怪我がしやすいっていうのはもう一般的なイメージで、実際にそうなんですけど、体が柔らかすぎることで怪我をする人もかなり多いです。例えば開脚ができるとか背中で手が組めるとか、これはいわゆる体が柔らかすぎる例に当てはまって、普通の人はできないです。ただ生まれつき関節弛緩性といって、関節が緩い状態で生まれてきた方は特に何の努力もなく開脚ができたり背中で手が組むことができます。よく SNS では開脚ができるようになるストレッチとか、ほとんどの人ができないヨガのポーズを紹介してるとかあるんですけど、あれがなぜみんなができないかっていうと、関節が緩くないからです。逆にああいったのを発信してる方っていうのは、多分ほとんど努力することなく元からできたとか、それかもう体のすごい柔らかい時期の小学校の時とかにめちゃくちゃ柔軟体操をやって今もできているか、もうそのどっちかかなと思います。この緩い関節は筋トレのデメリットとしても働いて、緩い関節は動きすぎてしまうので、しっかりと制御することが必要です。自分の筋肉とか靭帯とか関節の動きをしっかりと学習する、トレーニング種目への理解っていうのが大事なんですけど、これを知らずにやってしまうと大きな怪我の原因にもなります。よくあるパターンとしては半長膝といって、膝がちょっとへこんでる状態、これ専門的に下伸展してるというんですが、この下伸展した状態では普通に立ってると、いわゆるかかと重心になってしまいます。で、かかと重心のままスクワットへしゃがんでいくと後ろにこけてしまうんで、最後は前に重心が流れていって、次はこの段階で腰に負担がかかるとか、バランスを崩して怪我をするっていうのがよく見られます。なので体が硬いことももちろん怪我の原因なんですけど、緩さっていうのも怪我につながるので、これは関節弛緩性東大式と調べてみると検査が出てくるんで、7項目中3項目に当てはまれば関節弛緩性と認められます。で、男性にも女性にもこういった関節弛緩性というのはよく見られるんで、ぜひやってみてください。そして開脚ができないとかは別に普通のことなんで、 YouTube にはまあ言い方は悪いですけど、騙されないように気をつけるっていうのも、こういう知識があれば
怪我を防げて自分の体を守れるかなと思います。で3つ目が重量を下げる勇気がないことです。で決めたことをやるっていうのは筋トレでも仕事でもすごくいいことなんですけど、筋トレは体調や日々の変化に絶対に左右されるものです。でこの調子の波に合わせて調整しないと、怪我をして大幅な離脱につながります。筋トレっていうのはもう本当に終わることのないマラソンみたいなもので、自分が設定した目標に向かって最短で行くのではなくて確実に近づいていくことが大事です。大きな離脱をしてしまうとどんどんその目標から遠ざかることになるんで、無理せず確実にできることをやる。なので今日はもうすごく重いなとか全くいつも通りできないってなれば、しっかりと重量を下げるとか回数を減らす、セット数を減らす、そういった勇気を持ってもらうことが長期的な目線での成長につながっていくんで、こういったところも初心者さんは特に覚えておいてもらえたらと思います。次4つ目です。メインセットとウォーミングアップのフォームが違うことです。よく見られるのがスクワットのラックアップとかなんですけど、ウォーミングアップでは適当に足を前後に置いてラックアップする。でメインセットで両足でしっかりラックアップする。でこういった軽いから適当にやってしまうっていうのは後々すごいデメリットになります。でなぜかというと、重い時と軽い時でフォームを変えることによって実際マックスを測る時とかに余計な動きをしてしまうからです。でこれどういうことかっていうと、軽い時から同じルーティンを繰り返してると重くなっても同じことをすればいいという一種の安心感ができるんですけど、軽い時に適当にやってて急に重くなると何か重さを持つために特別なことをしようとするんですね。本当にこれは経験上よく見てて、例えば軽い時のルーティーンが10秒で終わってたら、重い時のルーティーンはなんかいろんなことをもぞもぞしたりして30秒40秒長くなって、結果いつも通りの動きは全くできない。でマックス挑戦でもなかなか更新できないっていうのはよく見るんで、しっかりとルーティーンを決めて軽い時も重い時も同じことをするっていうのが怪我を防ぐためにもすごく大事なポイントです。で5つ目、最後はプレート交換の時の油断です。これは次回の意味も込めてなんですけど、プレートを交換する時ってなんか適当にこう腰曲げて取ったりとか、もう適当に手で掴んだりってやってしまうこと多いんですけど、例えば手から滑って足の指に落ちたら足の指粉砕骨折になったりとか、プレート交換の時にヘルニアになりましたっていうのも聞いたこともあるんで、やっぱりちゃんとプレート交換もある程度は危険性があるというのを理解しておかないと、しょうもない怪我をしたなっていう原因になっちゃいます。で本当に怪我っていうのは予想もしない意外な場面で起こることって多いんで、このあたりも改めて認識しておいてもらえると、本当にしょうもない怪我っていうのは防ぎやすくなるかなと思うんで、ぜひここも気をつけてください。以上が意外に多い怪我の原因5つになります。1番2番のところはある程度意識したりとか検査して分かることもあるんですけど、やっぱりこのあたりはちょっと専門分野になってくるんで、パーソナルを依頼するとか本当に詳しい人に聞くっていうのはすごく大事なところかなと思います。で3番4番5番に関しては割とちょっと気持ち的なところも大きいんで、ここは自分をうまく制御するっていうのが大事だと思います。体調悪くてもやるとか、軽い時は適当でいいやとか、その形でちょっと気持ちにひるみが出てる瞬間に怪我って起こりやすいんで、しっかりと体の状態そして気持ち的なところ、ここを改めて認識してもらえると本当にしょうもない怪我っていうのは減らせたりするんで、頭の片隅に入れておいてもらえたらと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。